はい、どうも、私です。二書簿記2級の学習のための動画、今回は収益認識に焦点を当てようかなというふうに思います。論点としては以下の4つ、基本的に今回は仕分けの解説になろうかと思うんですけども、まず最初はサービス業って基本的にどういう仕分けするんですかという話をしてですね、その後収益認識の基本ということで、今までよりも少し細かくルール決まっていますよといったところをお話ししようかなと。で、さらに契約資産、売掛金よりもちょっと弱いものを契約資産という勘定科目使うんですよって話した後で、先延ばししていたものを今回見ていくことになります。それでは具体的に見ていきましょう。まずはサービス業の基本的な仕分け見ていきますけども、じゃあそもそもサービス業って何ですかっていったところを確認しておきましょう。基本的に小売業では商品という、財を扱いますよね。それに対してサービス業というのはいわゆる役務、これはサービスと言っていいんですけども、そういった役務、サービスを提供することを主たる生業としている会社、これがサービス業ということになります。例えば学習塾というのは勉強をサポートする、勉強というサービスサポートするっていうことですよね。で、クリーニング屋さんも洋服を扱ってはいるけども、彼らの仕事というのは持ち込まれた洋服をきれいにする、そのきれいにするサービスを提供するということになります。こういったものがいわゆるサービス業の会社ということになります。で、小売業とサービス業で仕分け、何が違うのかというと、基本的に使われる勘定科目が違うということになります。具体的には商品の取引と区別するために、いつも売上、商品売ったら売上でしたけども、サービスを売った場合には役務収益という収益の勘定科目使いましょうね。商品仕入れました、売上原価、これ仕入れ勘定で基本的には処理していましたが、サービス業の場合はそうではなくて役務原価という勘定科目使いましょうね。基本的に勘定科目が変わるだけということになります。ただ問題文によってはですね、サービス業の問題ですけども、売上勘定しか選択肢ない場合もあります。サービス業でも仕入れ勘定しか選択肢ないケースもあり得るということですので、基本的にサービス業、売上は役務収益、仕入れは役務原価という勘定科目を使うんですけども、問題文の指示によるっていうふうに理解をしておいてください。で、あと、収益と費用と収入支出ずれる場合に使われる勘定科目も少し小売業と違って注意が必要なところありますよ。ここ確認しておきます。サービスを提供するよりも前にお金受け取った場合、従来通り前受金勘定を使うこともありますけども、ここでは契約負債を使うこともありますよと、これ問題文の指示によってということになります。2つ同時に出ることはありませんが、どちらかを使うというところを押さえてください。で、サービスを提供したのにそれに対するお金まだ受け取っていないよといった場合、これ商品売った場合と同じ売掛金を使いますよ。で、サービス業の会社がサービスを顧客に提供するために、あらかじめ何かお金払っていた場合ですね、サービス業、サービスを提供するための人件費払いましたって言った場合ですね。この場合、よく工業簿記とかでは頻繁に使われるんですけども、仕掛かり品、これまだ製品作る前の段階、作りかけの場合、仕掛かり品という勘定科目を使うんですけども、サービス業の会計の場合、仕掛かり品という資産の勘定科目でとりあえず仕分けしておくということになります。で、あとは、サービスを提供するために払わないといけないもの、まだ払っていないよ、未払いに関しては買掛金という勘定科目を使うということになります。ですので、色変えておきましたが、小売業とサービス業の違いというのは、この契約負債とこの仕掛かり品というものを使うと、前払い金ではなくて仕掛かり品という勘定科目を使うところがちょっと違うので注意しておいてください。で、ただですね、ちょっと注意点として、おそらく多くの人がこの4つを挙げると、日書簿記3級でも2級でもよく出る経過勘定と何が違うんですかという疑問、おそらく持つのではないかなというふうに思います。で、経過勘定というのは基本的には定義上ですね、継続してこうサービスを提供を利用するようなもの、
こういう契約があります。契約が前提となっている場合に初めて経過勘定を使うんですけども、まあ、今回も継続してサービスを提供を利用する場合っていうのはありえるんですね。でなので皆さんが注意し押さえておいてほしいところは、この決算整理で生じる勘定科目、これがまあ経過勘定だというふうにまあイメージしてもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。でここの話というのは期中取引で出てくる話ですね。ここで出てくる話は期中取引の話になります。で決算整理でまあ対応する、まあ、継続してサービスを利用で受ける、そういう契約が存在する場合には経過勘定を使いますよというふうに割り切ってもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。しのごの言わず具体的に仕分け見ていきましょう。例の1ですね、まあ、サービス業の会社がまあサービス提供のための契約をしましたと。で契約をしただけだと何も仕分け出てこないんですけども、その時に現金100円を受け取ったと、まあ、これはサービスを提供する前に現金受け取っているのでいわゆる前受け金になるんですけども、まあ、サービス業の場合これ契約負債とすることもありえますよということになります。まあ、契約負債使うのか前受け金なのかっていうのは指示が必ずありますので、それを読み取って適切な仕分けかけるようにしておいてください。例の2いきます。まあ、契約をした後ですね、まあ、サービス提供のための諸経費70円を現金で支払ったということですけども、まあ、これは確かに諸経費なら費用だろうと思うかもしれないんですけども、サービスを提供するためっていうところがミソになります。これサービス提供し終わった後にこれ収益、役務収益記録するんですけども、それと対応させるためにまず諸経費払った場合には仕掛かり品という資産の勘定科目でとりあえず仕分けをしておくということになります。この点を確認するために例の3見てしまいましょう。サービス提供が終了しましたということで、まあ、すでに現金100円もらっていたんですね。それを契約負債、まあ、前受け金もありえますよって話しましたけども、まあ、とりあえずここでは契約負債で記録してあるやつを減らして、晴れてサービス提供したので役務収益という収益を記録します。まあ、売上勘定に対応するものですよね。これを記録した時に先に見たこの仕掛かり品をマイナスさせます。この仕掛かり品をマイナスさせて役務原価という費用に振り替えるということになります。なぜこの段階で費用ではなくて仕掛かり品という資産の勘定科目を使うかというと、この役務収益という収益の勘定科目を仕分けするときに同時に費用の役務原価というものを書きたい。そのために差し当たって仕掛かり品という資産の勘定科目で記録しておいて、ここで役務原価に振り替えると。まあ、その結果として役務収益と役務原価が対応しますよね。まあ、ですのですぐにこの仕分け見て、ああこのサービス提供に対して30円儲けがあったって分かるじゃないですか。まあ、それをやるためにあえてこの段階、例の2の段階では仕掛かり品という資産の勘定科目で記録しておく、そういうことになります。今のケースは多少前後しましたが、サービスに関する収入と支出ありました。で今回全くそれがない場合の仕分けも一応確認しておきましょう。まず例の1で100円相当のサービスを提供する契約をしましたよと。これ特にお金もらったりしていないのでここは仕分けなしになります。まあ、そしてその契約をした後で例の2サービス提供を終了しますと。なおサービス提供に関する人件費は未払い、お金もらってもないしそれに関連するサービス提供の支出もしていないというケース、まあ、なんですけどサービス提供終了しましたよね。サービス提供終了しましたのでこれに対応する役務収益を記録する、つまり売上に相当する役務収益を記録して、まだお金もらってないよ、まあ、ですので売掛金を記録します。商品に関しても、まあ、商品を相手に渡した段階でお金もらっていなくても売上計上しますよね。今回もサービスというものを提供しているのでそれに対する収益を記録して、まだお金もらっていないよという意味でこれは
小売業と同じ売掛金という資産を記録すると。で、同時に今回は対応する役務原価も記録します。これサービス提供に関する人件費払っていませんけども、まずはこの収益に対応する費用を役務原価として記録して、でまだお金払っていないので、これ買掛金という負債を記録すると。役務収益と役務原価、これ2つ見ることで、すぐに30円儲かったんだねっていうことも分かりますよね。まあ、ですのでこのタイミングで収益と費用に関する仕分けしていくっていうことになります。今見たのが基本的なサービス業の仕分けということになりますけども、まあ、それを踏まえて改めてですね、収益認識見ておこうということになります。まあ、そうは言っても大きく何か変わったということではないんですが、まあ、あえて言うとより細かくなったということになります。まあ、今までルールなかったんですけどね、まあ、今までルールなかったんですけども、まあ、新たに収益認識基準というのもできてですね、まあ、実現主義に変えてという表現することもあるんですけども、まあ、個人的にはそれほどでもないかなと。まあ、ただ違いは契約とか実際のですね、履行義務とかそういうものに着目してより細かくいろいろ収益とかを識別していく、まあ、対応してそれの価格も、まあ、それに応じて、まあ、配分算定していく、より細かく計算するようになったということになります。まあ、その例として以下の問題見ていきましょう。例の1ですね、機種商品であるパソコンの売り上げがありましたと。100円のパソコンを売りましたよと。でその時に、まあ、2年間保守サービスをすると、まあ、実際にもよくあるものですけども、まあ、保守サービス契約20円のものをやりましたと。機種商品であるパソコンを100円売り上げましたと。でプラスそれに関連して2年間のそのパソコンの保守サービス、これ20円で契約しました。機種パソコンを引き渡して現金120円を受け取ったという問題です。まあパソコン売り上げたんでしょ、現金120円もらったんでしょ、まあ、だったら120円現金売上パソコンであげたらいいじゃないですかと、仕分けしたらいいじゃないですかって思うかもしれないんですけども、より細かく見ていこうよっていうのがここの論点になってきます。つまりパソコンの売上100円ですね、これはこれで売上を記録しましょうと、まあ、なんですけど保守サービス20円ですね、また別のものとしてちゃんと仕分けしようねと。これサービスになって、これ機種の段階で前もって受け取ってますね。2年間やりますよって言って前もって20円受け取ってるので、これはさっき勉強した契約負債ですね。これ前受け金の可能性もありますけども、まあ、契約負債でも仕分けできるということになります。こちらの100円部分はパソコンですね。繰り返しになりますけども、ここがサービス、保守サービスに関するものとちゃんと分けようねということになります。で分けた上で例の2、1年経過し、例の1は機種契約したんですよ。そこから1年経って決算になりましたというふうに言っています。ここがポイントですよ。契約負債、これ2年分ですよね。2年間の保守サービスですね、これを前もって受け取ったので契約負債としたんです。で今回1年経過したということですので、この契約負債を1年分だけ役務収益に振り替えるということになります。2年分の契約負債1年分だけマイナスして役務収益、これ売上を上げると、サービス提供したからねということになります。さて契約負債があるんだったら契約資産だってあるんじゃないの。その通り、実際にあります。でこれ何かという話少ししておきますね。で一般論として、まあ、売上ですね、まあ、収益記録するときには売掛金、掛け売上の場合売掛金という資産の勘定科目使うじゃないですか。でこの売掛金というのはもう商品相手に渡しているので、まあ、無条件で現金もらう権利があるよ、そういう意味で売掛金なんですけども、かなり似た勘定科目として契約資産というものがあります。で違いはここ下線を引いてありますけど、一定の条件のもとというのが違いになってきます。無条件でお金もらう権利がある売掛金に対して、こちらが一定の何かアクションを起こすという条件で
お金もらう権利があるよっていうのが契約資産になります。イメージとしては売掛金のが強くお金もらう、でそれよりもちょっと弱いのが契約資産、そんなようなイメージ持ってもらえればいいかなというふうに思います。具体的に見ていきましょう。例の1、契約額100円でソフトウェア制作、これサービス業ですね。ソフトウェアという目に見えないものを作るよ、作りますよというふうに注文を受けましたと。これ期間2年ですね。見積もり原価総額60円でしたというお話です。でこの段階で一切お金もらっていないので仕分けはないんですけども、ポイントはここでちゃんと受注をしている、つまり契約をしている、そして100円という具体的な数字上がっていて、まあ、原価の総額の見積もりがあるということになります。これが後の問題に影響を与えます。見ていきますね。例の2いきます。まあ、上記の制作費用36円を現金で支払ったと。これはサービスを提供する初期費36円現金で払ったよということですので、これ最初のところで学習した仕掛かり品を使います。前払い金ではなくて仕掛かり品という勘定科目を使って記録する、これ資産の勘定科目だったんですね。まあ、これは収益と対応させるために費用ではなくて資産として記録しておくんですよという話しました。で問題はじゃあいつ収益を上げるのかと。で直感的には2年って言っているので2年後かなというふうに思うかもしれないんですけども、一定の条件の下では毎期毎期の決算で収益を上げることがあります。これ例の3です。見ていきましょう。契約をした後1年目決算となりましたと。進捗度 60% 相当の役務収益と対応する役務原価を計上したというふうにあります。今回のケースは契約額がはっきりしていること、まあ、2年という期間も具体的であることで、コストの総額が見積もれていますので、例えば今年ですね、今年度36円諸経費費用払ってますよね。ってことは全体で60円って見積もってるうちの36円払ったということになりますので、支出から考えた進捗度っていうのが出てきます。全体で60のうちの今年36円払った、だから作業の進捗度は 60% だというふうに、まあ見積もるということになります。でこれに合理性があるんだったら収益、役務収益についてもこれ100円って契約で決まっているので 60% 相当をこの決算の段階で記録してしまおう。で、役務収益 60% 相当を記録するんだったらそれに対する役務原価もこのタイミングで記録しようということになります。まあ、ですのでこういう仕分けが出てきそうですね。こういう仕分けになりそうですよね。役務収益60円、これ100円の 60% 相当で60円ですね。で対応する費用、これ仕掛かり品を減らして役務原価に振り替えているということになります。ただこの仕分け実は正しくないんです。どこが正しくないか分かりますか？そうなんです、これ売掛金という勘定科目なんです。売掛金というのは改めて無条件で請求権を持つというふうに定義されてますよね、ここでね。なんですけど今回この 60% の収益というのは仮に2年後にちゃんとソフトウェアを作って相手に渡すという条件のもとで顧客にお金請求することができる、そういう性格のものですよね。まあ、ですので一定の条件、つまり2年間でソフトウェアをちゃんと作って納品するという条件の下で請求権を持つというので、この売掛金ではなくて契約資産という勘定科目を使わないといけないということになります。これが今回の正当正しい答えということになります。それでは最後の論点見ていきましょう。で改めて割り戻しなんですけども、まあ、1人の顧客に対して一定以上の取引、売り上げをした場合に値下げしますよ、
割引きますよ、まあ、そういうのがいわゆるリベートと言われるものになってきます。これ今まではですね、その売上割戻しについてはまずは商品を売った時にそのまま売上を記録して、で割戻しがあった時に事後的にその収益としての売上勘定をマイナスすることで利益を調整していたんですけども、今回の収益認識基準からはですね、改めて事前に前もって商品売った時に、ああ将来リベート起きそうだな、割戻し起きそうだな、予測できるのであれば、その予測されるリベートの額、割戻し額については売上にも鼻から記録せずに仕分けしましょうね。ね、まあ、定価の売上の金額からリベートの予測額をマイナスして、その差額分は返金負債という負債を記録しようというお話になってきます。具体的に見ていきましょう。例の1ですね。 A 社に定価10円、これアットマークつけた方がいいですかね、商品1個あたり10円ですね、定価の商品を90個売りましたとですね、まあ、ですので普通に考えれば900円の売り上げ上がるかなと思いますよね。まあ、なんですけど契約として月100個以上の売り上げがあれば割戻し1個あたり1円のリベートをしますよという契約がありましたと。今の段階では90個だけど、当月はこれ以後商品もっと売ってですね、100個以上の売り上げがあるというふうに予想されている、そういった条件で仕分けどうしますかという問題になってきます。結論を言うと 90×100 の900の売り上げをせずに、このリベートがあったという前提の売り上げ、つまり将来されるであろう割戻し1個1円を引いた9円×90円で810円の売り上げを記録しておきます。で実際に定価10円90個売っているのはまあ事実ですので、差し当たって売掛金を900円記録して、売上810円と900の差額はこれ将来まあリベートとして返金、実際にお金返すのか売掛金をマイナスするかはさておき、まあ、将来リベートをするかもしれないという意味で負債として記録しておくということになります。これがリベートの金額、これが差し当たって売上だろうと予測した金額ということになります。まあ、ですので予測されるリベート分だけ減らして売上を記録していますよね。そこがポイントになってきます。まあ、それで実際に割戻しが予想通り割戻しがその後100個以上売って実施されたんだったら、返金負債をマイナスして売掛金をマイナスすると、まあ、想定通りということになりますね。でそれに対して想定通りじゃなくて例の1について割戻しの条件が達成されなかったとしたら、この場合は素直に返金負債を売上にするということになります。まあ、つまりリベートがされなかったわけですので、実際の売上は、まあ、当初の10円×90ですよね。だからすでに売上計上しているこの810円にこの返金負債をもう一回売上に戻した、この90円足してリベートがない場合の定価の売上を記録するということになります。